どうもエルザです。それではウィッチャー3ワイルドハントやっていきたいと思います。今回は霧の島、とうとうシリを、ね、助けに行くところですが、まず船に乗れということなんで船に乗りたいなと思います。なんで小舟に乗れっていうことなんで、まあ結構隠密系になるのかな。まあ乗りますか。とりあえずさあ目指すはどこだ。霧の島、霧の島、あ、結構遠いね。結構遠いな。そしたらハートババでファストトラベルしますか。船からだったらね、どこでもファストトラベルできるらしいんで、どっちかなぁ。さあ近くまで飛んできたけど、霧の島っていうくらいだからね。あ、こっちはいけない。ぐるーっと回ってさあ、何も起きなければいいが、そんなことはないだろうな。ああ、あの塔に行く感じか。さあアンドビッグに入りましたね。あの下あたりかな。まあとりあえず怪物が出なければ一番いいなっていう感じだけどね。あ、霧が立ち込めてるね。いかにもっていう感じだね。あ、そっか、霧がこうやって出るから霧の島ね。名前の通りって感じか。さあ警告、今すぐセーブしてください。ストーリー進行上重要なポイントに近づきつつあります。手動セーブスロットを進行保存することを推奨します。はい。あ、へえ、そんなもう大事な局面。あ、そういうことね。サイドクエストがなくなるからってことか。もう関係ない。は簡単ではなかったが、イェネファーとウィッチャーたちはどうにかそれを成し遂げた。この世で最も醜い男の正体は人間ではなくエルフ、それもエルフの賢者だった。その名をアブラックと言った。彼はワイルドハントからシリを逃がすのを手伝い、シリを霧の島にかくまったエルフの魔術師本人だった。さあ、ホタルについていく。ホタルか。若干見えないんだよな。ちょっと離れるぐらいがいいね。まあこれだったら確かにワイルドハントを見つけることは難しいだろうね。
いやーにしてもエキドナー、いけいけ、そうなってくると降りるな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 、船が船が、あーもうボロボロなるんだよね。あ、鎧がやばいね。結構ゆるく飛んでいくからな。よし、OK。で。船にまた乗ってこんな感じでどんどん来るか、そしたら防具直しときますか。15、他は大丈夫そうか。よし、じゃあ行きますかね。いやー、これ泳いでいくのはなかなか辛いね。右側怪物がいるね。もう出てきますよと言わんばかりの。あ、着いた着いた、よしよしよし。さあ、ついていきますか。霧の島、上陸と。さあ、今、なんかね、怪物出てきてもおかしくない感じのね。よし、あ、お前か。痛い痛い痛い。さあ、新しいというか懐かしいキャラが出てきたね、敵はね。霊薬はまだ作れないか。さあ、こんなところでシリは無事なのか。あの小屋で止まった。中を見てみよう。この中にいるのか、もしかして。加えない、開けてくれ。心屋を吹き飛ばしたくせに。お前は誰だ、何のようだ。灰色の髪の女を探している。俺はゲラルト、ウィッチャーだ。どっか行ってみ。若い娘を探している。灰色の髪で顔に傷跡がある。中に入れてくれないか。
ダメだ。中に何人いるんだ？中に何人いるんだ？知ってどうする？人口調査だよ。母ちゃんのひげにかけて、みんな落ち着け。おい、扉の外のあんた、ゲラルトって言ったか？ああ、ゲラルトだ。いいかゲラルト、大事なことだけ話すぞ。船が難破して、命からがら流れ着いたんだ。何人かは海の海没に食われ、生き残った仲間とここに隠れてる。この島もご多分に漏れず怪物だらけだ。そんな塩梅じゃ疑り深くなるのもわかるだろう。そうだね。取引しないか。こうして話してても仕方ない。取引をしないか。悪魔なんじゃないのか。俺たちを騙すつもりだぞ。悪魔じゃない。怖がらなくていい。それを証明してやろう。一体どうやって俺を怒らせる前に開けろと。お前たちの仲間を探してやる。お前たちの仲間を探してくれば、俺が味方だと信じるか。ああ、だがそう簡単には見つからないぞ。いなくなったのは何人だ？アイボ、ギャスパール、グレンクの3人だ。アイボはどのあたりに？アイボはどこにいそうだ？奴は東の洞窟を探検すると言って聞かなかったんだ。ぶん殴ってでも止めようとしたが、結局言っちまった。ギャスパールはどこを探すか。ギャスパールはどの辺にいる。奴はまだじっと救助を待つのは負け犬だ。自分だけでも行動を起こすとは言っていた。沖の方にランタンの明かりが見えたから、島で一番高い山に登って船を探すと言っていたよ。ほう、フェレンクはどこに向かった。フェレンクはどこへ行った。西へ向かった。流れ着いた船を探すと言ってたよ。フェレンクは器用な奴だ。船を修理して海に出るつもりだったんだ。わかった。わかった。三人を探してみる。では後で。話のわかるやつでよかった。さあ、ただ全員生きているとは限らんけどね。上行って左行ってっていう順の方が早そうだね。ああ、やっぱローチは呼べないか。いや、にしてもなんでここまで怪物がいるのかっていうのをちょっと気になるんだけどね。ハピー、おお、危ない。飛び立ったか。意外とね、イグニはね、はあ、このタイミングだったらいいのか。えい、オッケー。結構魔物のレベルも上がってきたね。この辺りがある。問題はこっからどう進むかだよな。ぐるっと回っていくのが一番いいか。越えるにしてはって感じだもんな。あ、いけるいける、意外といけた。まあ、ちょっとモンスター合いそうな気がするか。いや、なんか小屋があるね。危ない。鍵がかかってるか。大体鍵かかってるところいけねえしな。いや、てかここさっきも行ったところか。戻ってきた
そしたら、とりあえず矢印目指して走るか、もう一回。常にね、魔物の声がするから。ちょっとめんどくさいなぁと思いつつ。降りて、こっち行ったらいけるか。そんなにね、ゲラルドで発していくことないから。あ、何かいる。いたけど、あれは。こっちだ、上だ。上だ。上田の前に。さあ、上は分かったんだけどさ、やったぞ。どれだけ待ったことか。仲間から話は聞いた。降りてこい。よし、行くぞ。ん？俺はついてるな。一つだけ心残りがあるんだ。それは…だよね。やっぱそうなるな。くそ。いや、そりゃあね。そりゃそうなるよね。これで真上。次こっちやね。さあ、また同じような感じで魔物をって感じかな。まあ、このおせっかいがどうなるか。また何ともなければいいけどね。さあ、灯台。いるかな。お、明かりはついてるね。声が聞こえる。ってことはいるか。走り回るなよ、よせった。あら、小人。おい、起きろ。寝床へ戻れ、ニブルス。起きろ。なんだ、なんだ。だ、誰だお前は。ゲラルトだ。お前と仲間たちは何者だ。灰色の髪の少女を探している。この辺りで灰色の髪の娘を見なかった。ここで。いや、一度も。まあ、寝てる間にあったことはちょっとわからないが。まあ、ほぼほぼ寝てそうだよね。お前たちは何なんだ。ラベニック組合だ。不動産の査定、保険、催し物の運営を受け合ってる。ギャスパール・シュターだ。寝ぼすけと呼ばれてる。あの嵐の中でも寝てたぐらいだ。たくさん死んだよ。さあ、お前の仲間に探すよう頼まれた。探すよう頼まれた。フェレンクとアイボーな。アイボーが何かに追われてるところを見たし、フェレンクの恐ろしい叫び声も聞いた。怪物の声もした。二人は生きちゃいないだろうな。小屋まで戻ろう。安全に送り届けてやる。二人のことは残念だが、何もできないしな。行こう。ただ、気をつけてくれ。眠り癖があるから、その…分かってる。寝そうになったら起こして。じゃあ急ごう。すでに寝そうじゃねえか。あ、お宝取れなかった。さあ、ちょっと待ってね。あのお宝は、ああいうとこなんかありそうなんだよな。
まあ、ギャスパーは連れていく。フェンネクがやられてそうな感じでね。アドミンだったっけ。ああね、生きてたけどね生きてたけど、やっぱね、ダメだったね。さあ、やっぱ手に入った西方書をやっぱ手に入るね。ああいうのは試しに取っとかないとね。どうせ魔物が来て助けないといけないんだろうなっていう気はするけど。さあ、ほら急に立ち止まったりするわけか。よし、終わり。寝てない、ね、寝てたら切ってしまうとかね。起きろ。学校行きたくないよ。早く行くぞ。足がすごいことになってるけどね。この島には詳しいのか。ほとんど知らん。どの地図にも載ってないんだ、うん、魔法がかけられた島にはよくある話だ。ここは魔法の島なのかい。ああ、間違いない。まあでも確かにこれだけね、霧とかもなんか特殊だもんね。さあ燃やして、え、また眠くなるんだろうお前。お、意外と起きてる。さあ、道なき道を進む感じかな。ギャスパ、ギャスパもうちょっと頑張ってくれ。このまままっすぐ行けば、いやさすがにまだ出てくるでしょう。いけいけ、インフにね燃やしてくれまって。さあ、行こう。起きてるね。よし。さあ、まず一人は。フィンドから逃げ切れなかったか。待って待って待って。行方不明のドワーフの一人だな。さあ、行こう。まさかの、まさかの違う方向に行ってたってね。ちょっとフィンド倒したいんだけどな、個人的には。さすがにこの状況じゃ無理すぎるか。でもフィンド強いんだろうね、相手するとね。さあ、もうちょいもうちょい、右側に見えるけど、まあ、バレてはないでしょ。さあ来い、ギャスパー。
レモクラーレ。おい、起きろ。起きろ、起きろ。ニブルザイタズラ猫だな、こいつに。いやいや、起きてるぞ。切るぞ。あ、その足をプルプルするのはやめなさいって。それでどうしてこんな妙な場所に来たんだ。人探しだ。ここに。奇遇にもこの島に行き着いた。あんまり話したくなさそうだ。その通りだ。さあ連れてきたぞ。仲間を連れてきたぞ。本当か。声を聞かせてくれ。起きろ。起きてるさ。ジャスパール下がってろ。今扉を開ける。ジャスパール、こいつめぼんやりするなよ。ぼんやりなんか、ちょっと眠いだけさ。他の仲間は。一人は怪物の巣のそばで見つけたが、すでに亡くなっていた。一人は崖から落ちるところを見た。残念だが。くそ、ラベネックから世話を頼まれてたのに、あいつの老いなんだ。助けてくれてありがとう。その疑って悪かった。だけ最悪だな。俺からどうすりゃいい。小舟があるから乗せてやろう。だがその前に人を探さないと。灰色の髪の娘か。そうだ。ああ、気の毒に。何が気の毒なんだ。どういう意味だ。冷たくなってた。命が消えてた。我々が見つける直前に死んだんだろう。小舟のそばで待とう。あ、マジか。いや、可能性として魔法がかかってる可能性が。いやー、あれか、ホタルが鍵だったか。はあ、じゃあベスビルそもそも魂がっていうところね。忘れたわけじゃないようだな。ウィッチャーは
食べることも飲むことも息をすることも忘れていいが、剣の手入れは忘れるな。はあ、ああそうだ。そのセリフを何度聞いたか思い出せないくらいだよ。どんな怪物だったの？ん？怪物？右目の傷をつけたやつ。その傷見た覚えがない。スパラのコカトリスだ。数えきれない傷が一個増えただけだ。取り立てて言うこともない。お前の傷は綺麗に治ったな。アバラックがね、特別な軟膏を作ってくれたの。でも呪いにかかってしまって今どこにいるかもわからない。そうか、呪いは解いた。今はケイアモルヘンに。あの男の呪いを解いた。今はケイアモルヘンに。信じられない。でもそんな冗談言うわけないし。じゃあよかった、目が覚めてすぐそんないい知らせを聞けるなんて。あいつを信用してるのか、アバラコ。彼には一度も裏切られたことはない。そうか、どうしてアバラックが協力してくれたんだ。なぜアバラックが助けてくれた。賢者は人間を嫌うものだが。私のためじゃなく、私の力のため。他の理由なんかあるわけないでしょ。アバラックは私に力を制御する方法を教えてくれようとした。それにエルディンから守ってくれたの。なぜエルディンに狙われているのかわかるか。エルディンは何を欲しがってる。奴の目的は何だ。みんなと同じ、私の力を操ろうとしてる。彼の故郷は滅亡に瀕していて、こちらの世界を侵略しようとしている。素敵でしょ。でも彼だけでは無理だから、軍隊を率いてこようとしてる。けど彼の航海士は何千人もの兵士たちをアインエレからこの世界まで運べない。そこまでの力はないの。だがお前の力なら。そういうこと。もし私がそのために死んだとしても大した損失じゃないしね。じゃあ自分たちの領土のためにこの力が欲しいと。実際シリのこの時渡りの力はいろんなゲームの設定でも使われてるからね。設定というか、まあウィッチャーがコラボするやつにはだね。なぜアバラックと旅とすることになったんだ。どうしてアバラックと旅することになったんだ。アバロンの島であなたやイェネファーと別れてすぐ追われていることに気づいたの。エレディンと赤の騎兵団が迫ってきて、たくさんの世界を何度も飛び越えて逃げたの。もう少しで捕まりそうになった時、突然アバラックが現れたのよ。彼が門を見つけてエレディンに見つからない世界に連れてってくれて、半年ぐらいはそこにいた。そこはどんな世界だったんだ。そのエレディンに見つからない世界というのはどういう場所なんだ。言っても信じないと思うけど。言ってみろ。頭に金属を入れた人たちの世界で、メガスコープに似たものを使って離れた場所同士で戦争をしてた。馬はいなくて、みんなが自分の空飛ぶ船を持ってるの。シリ、ふざけるのはよせ。もうだから言ったでしょ。ずっとあそこにいればよかった。いやーってことは戦争の時の世界に行ってたわけか。現代だね。ところでなぜ戻ってきた。ところでなぜ戻ってきた。ワイルドハントが私を忘れた頃だと思って、もう安全だと思ったの。それにあなたとイェネファーに会いたかったし。お互いに探し合っていたわけか。時々お前がすぐ近くにいるような気がしていた。かと思えば堂々巡りをしている気分になることも。でしょうね。あちこち逃げ回って行ったり来たりしたこともあったから。初めからみんな話してくれ。さて、最初から順を追って話してくれないか。アードスケリックについてすぐエレディンに見つかったの。すぐにあいつらに囲まれたわ。もうダメだと思った。でもエレディンには別の狙いがあった。彼はとある呪具を作り出し私たちに使ったの。現れた霧に包まれたら
アバラックが苦しみだして、エルディンはそうやってアバラックに呪いをかけ、ウーマの姿に変えたのか。そう、アバラックを殺すのではなく屈辱を与えるのが目的だったの。でもアバラックは戦わずに負けるなんてできないから、呪文を唱えてワイルドハントを大混乱に陥れた。ついでにアードスケリッグの森の半分を吹き飛ばしたんだな。でもそのおかげで逃げる時間が稼げた。私はアバラックが開いた門に飛び込んだの。彼も一緒に来てると思ったけど違った。呪いのせいで門が閉じるのに間に合わなかったらしいの。何かまずいことがあったらバラバラにベレンにある彼の隠れ家を目指すことにしていたの。知ってる、足跡を追ってきたんだ。だが合流はできなかったんだな。ええ、ダメだった。門を抜けたらアバラックの隠れ家じゃなくてクルクバク湿原の真ん中に落ちたの。その後妖馬から逃げ出して、次は男爵、狩りに行った話は聞いた？イノシシを剣で仕留めたのよ。聞いた。あの日は狩りをするつもりじゃなかったけど、誘いを断るのは失礼でしょ。狩りに使えるような道具は何も持ってなかったの。そんなつもりはなかったから、木々の間を散策して森の空気を楽しんでたら泣き声が聞こえたの。イノシシだろう。牛みたいに大きいやつがまっすぐ突進してきた。持ってる武器は剣だけ、戦うしかなかったの。話を聞いた限りその判断は正しかったようだな。そやな人たちばかりだったけど仲良くなれた。みんなと別れるのは嫌だったけど、ワイルドハントに狙われてる私の巻き添えにしたくなかった。ともかく呪いの症状が進行してるのは分かってたから、アバラックよりあなたやイェネファーを先に探すことにしたの。フォアソンジュニアとはなぜ知り合った？フォアソンジュニアなんかと関わることになったのはなぜだと？あなたとイェネファーが全然見つからなかったから。それにあの呪具を直せる人が必要だった。普通の職人では無理だったから、強い力を持つ魔術師を探してたの。ダンデリオンが力を貸してくれた。まるで自分の誇りがかかってるみたいにね。彼がある魔術師を紹介してくれたけど、それは聖堂衛兵団の罠だった。ほう、その話は聞かなかったな。言ったら心配すると思ったのね。後で分かったけど、それは衛兵団の常套手段だったみたい。魔術師と手を組んだ人を手当たり次第に逮捕するの。だから他の方法を探さなきゃいけなくて、その時にダンデリオンがノビグラダの一角を牛耳る人を知ってるって言い出したの。他の人よりも頼りになる、呪具を直せる人も知ってるはずだってね。それがフォアソンジュニアか。うん、あまりいい考えじゃない予感はしたけど、必死だったし他に方法もなくて。結局は裏切られたんだな。その予感は正しかった。フォアソンは理想的な仲間ではなかったな。あいつ私たちに騙されたと思ってドゥードゥを誘拐したの。ドゥードゥを解放したはいいが、聖堂島に逃げ込むなんてな。予定外で考える時間もなかったの。ただ逃げただけ。衛兵が私を罠にかけようとしてることもわからなかった。気づいたらそうなってて、急いで消えるしかなかった。それでスケリッジに着いたのか。その時にスケリッジに戻ったんだな。ヒンダースファルの浜辺ね。好きな場所だったから最初に思い浮かんだ。よくヤルマルと一緒に泳いだっけ。待ってくれ。じゃあ本当に偶然あそこに？アバラックとお前で何か計画していると思ったか？彼は私が力を使ったのを感じ取っただけ。エレデンに私の居場所や通った場所が分かるのと同じ。実際すぐにエレディンが追ってきた。部下を従えてね。そこからまた急展開。ロフォーテンに行ってワイルドハントが来て、飛んだと思ったらあとはずっと夢の世界。何の夢だ？何の夢を見ていたんだ？俺は最近悪夢ばかり見る。それもひどい内容の。私もある時は死産で生まれた子が怪物に変化してあなたを追いかけてた。あれは最悪だった。たまにはいい夢もあったの。例えば火の周りで一緒に座っていいワインを飲みながら
周りでみんなが踊ったり笑ったりしてて。その方がずっといいな。私もその方が好き。でもどの夢も最後は必ず塔で終わるの。何の夢でも私は最後に塔に入ろうとしてるの。知ってる場所か。知ってる場所か。どこにあるかわかるか。知らないと思う。でも懐かしいような、それから怖いような感じがするの。殺風景で誰もいない塔なのに、なぜか中に入らなきゃって思ってるの。入ったのか。うん、毎回入り口を探してるところで夢が終わるのよ。一番最近は塔が出る前にあなたのしかめっ面が見えたし、その傷がなかったらまだ夢の中と思ったはずよ。死んでるんじゃないかと心配したんだ。お前が生きてるか心配だった。ここでドワーフたちを見つけて、お前が氷のように冷たくて息をしていなかったと言ったんだ。でも入ってきたのね。最近のドワーフが言うことは信じられない。そろそろあいつらがしびれを切らしている頃だな。行こう。浜辺に小舟がある。陸地に着いたら馬でケイヤムル兵へ向かうぞ。昔ながらの馬の旅ね。その方が好きなんでしょ。門の方が早いんだけど。使えばすぐにエレディンが来るぞ。そんな危険は起こせない。瞬間移動は苦手でね。くそ。やっぱ出るよね。なんとか脱出しないと。いや、瞬間移動だし。でもそれじゃ行き先を知られてしまう。仕方ないさ。シリー、うちに連れて行ってくれ。ってことはもうそもそも復活した地点で居場所がバレるようになった。だから死んだようにしてたんだね。はあ、じゃあもう悠長に話してる場合ではなかったと。いや、でもそれ考えたら船に乗ってたら追っかけられてたわけだもんね。さあケイアモル編に戻ってどうなるか。まあでもすぐ気づかれるんだろうね。よく戻ってきたな。シリー、こんなに綺麗になって。突っ立ってても仕方ない。みんなに挨拶してきなさい。少しも変わってないね。みんな思い出のまま。なんだ。
無事でよかった。みんな揃ってるぞ。協力を求めた全員が来てくれた。アバラックは塔にいる。まだ具合が良くないようだ。外にいる必要もなかろう。中に入るぞ。ワイルドハンターすぐやってくる。すぐにワイルドハンターが来るぞ。来てくれてありがとう、トリス。イエネファーのおかげよ。彼女が呼んでくれたの。話は後よ。作戦会議をしなきゃ。この図もなんか考えもんやな。はい、ということで一旦ここでちょっと切りがいいんでやめましょうか。次回はケイアモル編戦いのね、こちらを多分進めていくことになるんだろうけど、すぐ戦いになるんだろうね。ちょっと待った。めっちゃ話して進んでるからね。今回ここまでとなります。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまただ。